まず岩本洋介議員の質問を許可します。岩本議員。皆さんおはようございます。おはようございます。今回一般質問の機会をいただきましてありがとうございます。通告に従いまして順次質問してまいりますのでよろしくお願いいたします。まず都市計画の今後の在り方についてお聞きします。都市計画施設についてはその整備を目的として都市計画決定を決定をされるものですが、長期間未整備のものが多数あると聞いています。そこで長期間未整備のままの都市計画施設についてどのような取り組みを行っているかお伺いいたします。次に土曜事業についてお伺いします。平成25年9月に文部科学省から出された土曜事業に関する検討チーム最終まとめによりますと、学校、家庭、地域の3者が連携し、学校における授業、地域における多様な学習や体験活動等の機会の充実などに取り組むことにより土曜日の教育環境を豊かなものにすることが必要であるとされています。このことから国は学校教育法施行規則の一部を改正し、設置者の判断により土曜授業を行うことが可能であることを明確化しました。枚方市では平成27年度から土曜授業を年間3回実施されていますが、その目的について改めてお伺いいたします。次に防犯カメラの管理についてお伺いいたします。本議会に補正予算を計上され650台の街頭防犯カメラを増設し、平成29年10月から運用されるわけですが、市内には市の施設を管理する防犯カメラも多数存在すると聞いております。本市が設置した防犯カメラは全体として何台あるのかお伺いいたします。次に受動喫煙の取り組みについて、先日国立がん研究センターは受動喫煙が肺がん等のがんに確実につながるとの発表を行いました。また受動喫煙のない人に比べて受動喫煙のある人の肺がんリスクは約 1.3 倍になることから、受動喫煙対策の強化が必要としています。一方、市役所の掲示板にも受動喫煙に関するポスターが貼ってあるのを目にいたしました。そこで市では受動喫煙対策についてどのような取り組みをしているのかお聞かせください。次に行財政改革にかかる情報の発信共有について、まずその前段として情報の把握の観点からお伺いします。行財政改革はエンドレスなテーマであります。社会は変わりますし、高齢化の進行、人口も減少が想定される中にあって、常に市も変わっていかなければなりません。本市ではこれまでから様々な行革に取り組んできました。その中で実際改革後に運用を図る中で改善が必要なケースや市民負担が増大しているケースなども様々あると思います。具体例として病院の駐車場の有料化について、運用開始後に利用実態にそぐわない点があったことから途中で変更や改善されたような事例もあると聞いています。そうした声や情報はどのように把握し受け止めているのでしょうか、お伺いいたします。以上で1回目の質問を終わります。島田都市整備部長。はい。1、都市計画の今後の在り方についてお答えいたします。長期間未着手未整備の都市計画施設については、権利制限を伴い行政としての説明責任を明確にする必要がありますことから課題であると認識しております。このため社会経済情勢の変化に対応した都市計画とするため、必要性、代替性、実現性の観点から計画の見直しに取り組んでいるところでございます。都市計画道路については平成25年に全体の見直しを行い、約 21km を廃止いたしました。また都市計画公園及び緑地は
今年度から来年度にかけて全体の見直しを行う予定としております。若田学校教育部長。はい、次に2土曜授業についてお答えいたします。枚方市においては学校週5日制の趣旨を踏まえつつ、土曜日の充実した学習機会を提供する方策の一つとして、平成27年度より市立全小中学校において実施をしております。この土曜授業は開かれた学校づくりや地域人材等の積極的な活用を観点として実施することで、児童生徒に学校や地域における多様な学習や体験活動の機会など、これまで以上に豊かな教育環境を提供し、その成長を支えることを目的としております。また土曜授業を実施することで、年間の授業日数に余裕を持たせ、平日の授業時間を調整することが可能となり、平日の放課後に時間を確保することで、児童生徒へのきめ細かな指導や校内研修による指導力向上にもつながるものと考えております。宮本市民安全部長。はい、3防犯カメラの管理についてお答えをいたします。今年7月1日現在、街頭に設置しております防犯カメラは329台、学校など施設を管理する目的でそれぞれの施設管理者が設置しているカメラが457台、合計で786台でございます。白井健康部長。はい、4児童喫煙防止の取り組みについてお答えいたします。児童喫煙対策としましては、ポスターを各所に掲示するほか、機械を捉えて児童喫煙がもたらす健康被害について市ホームページや FM 枚方などを通じて啓発を行っております。また働く世代を対象にしたリーフレットを作成し、市内の企業に配布するなど情報発信に努めております。一方、個別の取り組みといたしましては、妊娠届出時に妊婦及び家族の喫煙状況を聴取し、受動喫煙の与える影響について説明しております。さらに医師会、歯科医師会、薬剤師会との共同で禁煙サポート機関ガイドを作成し、広く市民に配布しており、受動喫煙をなくすことにとどまらず、喫煙者がタバコをやめれるよう啓発に取り組んでおります。佐藤総合政策部長。はい、5行財政改革に係る情報の発信共有についてお答えいたします。行政改革の推進により新たに取り組んだこと、また既存の仕組みを見直したことなどを含め、各部署で所管する事務事業へのご意見等につきましては、窓口や電話、アンケートなど様々な機会を通して伺っております。そうしたことを含めて、事務事業につきましてはより効率的、効果的な執行を図れるよう、課題があるものにつきましてはその都度必要な見直し、改善を図りながら取り組んでいるところでございます。岩本議員。これより2回目の質問に移らせていただきます。都市計画道路については平成25年に、また公園緑地については今年度から来年度にかけて一斉見直しをするということで未定把握ができました。それでは未整備の道路や公園緑地はどれぐらいあるのかお伺いいたします。島田都市整備部長。はい、本市内におけます都市計画道路や公園緑地の整備状況でございますが、都市計画道路は計画決定延長が約 106km、 うち整備済み延長は約 65km で約 62% の整備率でございます。都市計画公園は計画決定面積が約179ヘクタール、うち開設面積は約133ヘクタールで約 74% の開設率でございます。都市計画緑地は計画決定面積が約229ヘクタール、そのほとんどが国営の淀川河川公園でございますが、うち開設面積は約51ヘクタールで約 22% の開設率という状況でございます。今の議員。では土地利用規制についてもお伺いいたします。市街化区域の中には未接道地や斜面地などさまざまな条件から
土地活用をしたくてもできない土地がたくさんあるのではないかと思います。このような土地は市街化区域内であることから都市計画税が付加されています。市では立地適正化計画の作成など今後集約型都市構造に向けた取り組みを進めようとしていますが、そうなると現在でも土地活用がなされていない箇所はさらに厳しい環境にさらされます。そういった中で市街化区域はおおむね10年以内に市街化を図るものとされている趣旨を踏まえ、土地利用規制の在り方を抜本的に見直す時期に来ていると思います。そこでお伺いしますが、その見直しの中でこれまで市街化調整区域から市街化区域への編入は数多くされていると聞いていますが、逆に市街化区域から市街化調整区域に都市計画変更するいわゆる逆線引きをした事例はあるのでしょうか。またその理由についてお伺いいたします。島田都市整備部長。はい。市街化調整区域の編入につきましては直近の事例としては平成23年に1箇所ございまして、その理由といたしましては山田池公園の計画線の整理に合わせた海線整理によるものでございます。またその他過去におきましては同様の海線整理のほか土地利用の状況や地域からのご意見を踏まえて変更した事例もございます。岩本議員。計画決定から10年以上都市的な土地利用がなされていない箇所も見受けられますが、市街化調整区域についての見直しはどのような取り組みを行っているのかお聞きいたします。島田都市整備部長。はい。市街化区域と市街化調整区域の区域区分につきましては大阪府が都市計画決定するものでございまして、見直しについてはおおむね5年に1度の大阪府が一斉の見直しを定期的に行ってきたところで、前回は昨年の平成27年度に行っております。なお昭和45年の区域区分の当初決定以降必要に応じいわゆる逆線引きを行ってまいりましたが、平成4年に生産緑地制度が導入されたことに伴い農地については良好な都市環境の形成に資するよう適正に保全が図られましたことから、市街化区域から市街化調整区域への搬入については最近では海線の整備のみとなっております。岩本議員。区域区分は大阪府が決定権者とのことですが、集約型都市構造化を進める中で今後枚方市としてどのように取り組んでいくのかお伺いいたします。島田都市整備部長。はい。区域区分の都市計画変更につきましては大阪府の基本方針をもとに地元市として都市計画草案を作成することとなります。前回の基本方針におきましては市街化区域から市街化調整区域の編入については当分の間営農が継続されることが確実であることなどにより計画的な市街地整備の見込みのない区域については市街化調整区域への編入を進めるものとされております。また国におかれましても人口減少高齢化社会を迎えコンパクトシティプラスネットワークの考え方も示されている中で、将来にわたり保全することが適当な農地等を相当規模含む区域については市街化調整区域に編入することが望ましいとされております。本市といたしましても市街化調整区域への編入にあたりましては土地利用の一体性などを確認しながら適切なゾーニングとなるよう検討してまいります。岩本議員。今後の社会情勢の変化に対応し、また答弁にもありましたコンパクトシティネットワークを推進していく方向性からもこれまでにとらわれない形、柔軟な発想で都市計画を運用していっていただきますよう要望いたします。次に土曜授業について2回目の質問。開かれた学校づくりや地域人材等の積極的な活用を一つの目的としているということでしたが、各学校では具体的にはどのような内容で実施されているのかお伺いいたします。分かった学校教育部長。はい。土曜授業の内容につきましては授業参観やオープンスクールの形態で保護者や地域の方に見ていただいたり、地域の方や市の職員などの外部人材を活用した防災教育や安全教育等の授業、芸術体験や福祉体験などの体験活動、清掃活動などのボランティア活動等を行っております。加えまして
学習、申し訳ございません、学習発表会や芸術鑑賞会などの文化的な学校行事を行っている学校もあります。岩本議員。今、土曜授業の内容については、しましたが、今後も開かれた学校づくりや地域人材等の積極的な活用の観点から、各学校の特色や独自性を生かした取り組みを推進するために、土曜授業の実施回数が現行の年3回では少ないと考えています。あるマスコミとシンクタンクによる小中学生の保護者を対象にした共同調査によりますと、土曜授業を望む保護者が約 80%、 そのうち全ての土曜日で授業を望む保護者が約 23% となっており、完全週5日制を望む保護者の約 18% を上回る結果も出ています。土曜授業の実施が比較的進んでいるのは東京都ですが、例えば品川区では年10日以上土曜日授業を実施していた学校で、繰り返し学習や学び直しの時間を十分に確保することができ、確かな学力の定着を図ることができたということで、平成24年度から品川区域の学校すべてで月2回土曜日授業を実施しています。月2回の土曜授業を実施することで、特に小学校においては週次定に余裕を持たせることが可能になり、放課後補習や教員同士の打ち合わせなどの時間確保がしやすくなることや、土曜日授業のリズムを作ることができ、内容的な充実を一層図っていくことなどが可能になるとのことでした。土曜授業を増やすことで他の習い事やスポーツ大会との調整は必要になってきますが、品川区では固定化をさせて一定期間行ってきたことで定着をさせることができたとのことでした。開かれた学校づくり、保護者や地域の方々に学校を訪問していただく機会を増やすためにも、また結果として学力の向上、また生きる力をつけていくことにもつながると考えますので、土曜日授業について回数の増加を要望しておきます。次に防犯カメラの管理について、先ほどのご答弁で、本市設置の防犯カメラが全体で786台、存在するとのことですが、施設管理のために設置されているカメラの台数についてお伺いいたします。宮本市民安全部長。はい、主な設置箇所の台数といたしましては、45小学校に68台、19中学校に19台、7幼稚園に7台、岡東駐車場に32台、自転車駐輪場16箇所に68台でございます。多くの施設に防犯カメラが導入されていますが、これらの設置に際して部内において、また所管部を超えて導入時期や使用を統一されているのかお伺いいたします。宮本市民安全部長。はい、各施設の防犯カメラにつきましては、記録媒体や画質等必要となる機能に応じて、それぞれの所管部署が施設に合わせた仕様に基づき必要と判断した時期に導入しており、所管部を超えての統一は行っておりません。宮本議員。今回私の方でもこの防犯カメラの設置状況については確認をいたしました。ネットでも出てるんですけども、本市の施設等における防犯カメラの設置状況を見たところですね、22校の部署で、これは同じものがあるかもしれませんけども、ざっと見た限りで43種類の種別や仕様があり、部署ごとに管理されていて、部署を超えての共有がされていない、縦割り行政の弊害を感じさせるものでございました。街頭にも施設にも多くの防犯カメラが設置されているわけですが、それらカメラの更新時期を合わせて、屋外は屋外、建物は建物、必要な解像度であったり録画期間ごとに仕様をまとめて一括で発注することで、コスト的にメリットが出ると思うのですが、見解をお伺いいたします。宮本市民安全部長。先ほども申し上げました通り、防犯カメラにつきましては設置時期や仕様がそれぞれ異なるため、更新時期を合わせての一括発注は困難であると考えておりますが、各部署の次長級職員で組織をいたしております危機管理推進委員会におきまして、それぞれが所管する防犯カメラの内容等について情報共有をしてまいりたいと考えております。岩本議員。
縦割り行政を打破していく必要があると考えています。いずれの防犯カメラも目的や重要性は変わりがないわけです。ですから導入に際しては、今ご答弁にもありました全庁的な組織などで各部が所管する防犯カメラの詳細について情報共有する、例えば屋内用と屋外用とかの用途ごとであったり、高画質と普通画質などの性能ごとに仕様を合わせて可能な限り一括購入するよう要望いたします。今回職員の方とお話しして分かったんですが、部署を超えて一括購入もできるということのようですし、また物品購入のあり方についても、何が共用物品なのか、まあ、事務軽減の負担で視点で改善できるものは見直しも必要と考えています。加えて防犯カメラに関する基準要領を調べたところ、本市の施設等における防犯カメラの設置及び運用に関する基準、枚方市防犯カメラの設置及び管理要領、枚方市無線通信式防犯カメラの設置管理及び運用に関する要領の3つがありました。これも一見しただけでは違いがわからないものでありますので、統一で一つにするか、またはこの一つ一つの名前を分かりやすく改めるべきと考えていますので、予防しておきます。次に自動喫煙対策について2回目の質問に移ります。自動喫煙対策として、そのもたらす健康被害についての啓発や情報発信など市の取り組みを聞かせていただきました。まあ、禁煙サポートガイドについては私も読みまして、読ませていただきましたが、まあ、これイラストや表やグラフを入れるなどして読みやすくしていただいてですね、まあ、周知に力を入れていただきたいなと思います。それでは大阪府や国では自動喫煙対策についてどのように進めているのかお伺いいたします。白井健康部長。大阪府では平成26年12月に受動喫煙の防止に関するガイドラインを作成し、受動喫煙防止を推進しています。具体的には特に子ども、妊婦、健康に問題がある方も多く利用する学校、医療機関、観光庁などの公共の場の全面禁煙を推奨するほか、公園、遊園地や通学通勤路などの公共的空間では喫煙を控えるよう働きかけています。一方、国では受動喫煙のない社会を目指して本年1月に内閣官房副長官を座長とする受動喫煙防止対策強化検討チームを置き、その中では日本の受動喫煙防止対策が近年のオリンピック開催地と比較して進んでいないことを受け、特に2020年の東京オリンピックに向けての対策強化について議論されています。それぞれの機関で受動喫煙対策に取り組んでいるということで、改めてお聞きしますが、市としては喫煙がもたらす体への影響についてどのようにお考えかお伺いいたします。白井健康部長。厚生労働省が公表しています疫学調査による推計によりますと、喫煙者の肺がんによる死亡率は非喫煙者に比べて2から4倍となっています。また妊婦の喫煙は母体だけでなく胎児の発育にも影響があり、低出生体重児となる頻度が約2倍、早産は約3倍となっています。他にも循環器疾患、糖尿病、慢性呼吸器疾患などさまざまな健康被害を引き起こす危険因子となります。しかもこれらは喫煙者だけでなく受動喫煙によっても同様の影響があると認識しています。またタバコは依存性が高く、体に悪いと分かっていても簡単にやめられないという性質があることから、保健所が中心となって医療機関での禁煙治療についても案内しているところでございます。基本的にタバコは有害だという見解を伺いました。では大人よりも健康被害を受けやすい子どもたちが長い時間を過ごす小中学校の児童喫煙防止対策はどうなっているのかお伺いいたします。大谷管理部長。はい、本市の小中学校におきましては、健康増進法の施行を受け、受動喫煙防止の観点から平成18年度より建物内全面禁煙を実施しております。
また平成28年4月までに64校中63校が敷地内禁煙としており、残る1校におきましても今年度中をめどに実施に向け取り組んでまいります。63校が敷地内禁煙ということですので、引き続き今年度中をめどに取り組んでいただきたいと思います。まあ、煙だけに煙に巻くことがないようにお願いします。他についても取り組みを進めていただければと思います。さて、少し視点が変わりますが、健康づくりの取り組みとして9月号の広報でヘルシーメニューの特集がありました。この記事の中では読み取れないのですが、こちらで紹介されている店舗では自動喫煙対策はどうなっているのかお伺いいたします。白井健康部長。ヘルシーメニューの開発協力店を募集する際に、ヘルシーメニューの提供時間帯は全面禁煙になっていることを条件としておりましたので、すべての店舗におきまして受動喫煙対策が行われているものと考えております。岩本議員。受動喫煙対策はなされているということで、少し安心をしました。ヘルシーな食事を期待してお店に行ってもタバコの煙が漂ってきたのでは、台無しだと考える方もおられると思います。そういった意味でも知ってもらう意味で、今回の広報にそういったことも記載しておくべきだったかなと思います。今後は全面禁煙の飲食店等を広報や市のウェブサイトで紹介したり認証を与えたりすることで、妊婦さんや子供連れの方、呼吸器系の疾患がある方なども安心して出かけることができるのではないでしょうか。先ほど国では2020年の東京オリンピックに向け受動喫煙のない社会を目指そうという取り組みを進めているとのお答えをいただきました。そこで枚方市が全国に先駆けて積極的に取り組み、それを PR することで魅力ある都市として子ども・子育て世代をはじめとする多くの人々の定住促進につながるとも考えられます。受動喫煙対策についてさらなる取り組みを進めていただきますよう要望しておきます。次に行財政改革に係る情報の発信共有について2回目の質問を行います。行政運営上必要な変更や改善は各所管が自らが PDCA を回す中でももちろん行っていく必要があると思います。ただこうした事例については取り組みの背景にある理由や事情を含めて事前に市民や利用者等と十分な情報の発信や共有がなされていないことにも一因があるのではないかと思います。行財政改革の取り組みに際しては行政の都合のいい時に都合のいい情報を提供するということだけではなく、その理由や背景、課題などの情報についてしっかり共有を図るとともに、その把握に努め、さらなる改善に向かうことが重要と考えます。そこでまず確認をさせていただきたいのですが、現在本市の行財政改革はどういう理由で進められているのか、その必要性はどこにあるのかお伺いいたします。佐藤総合政策部長。はい、本市におきましても人口減少が進み、市税収入の減少、社会保障費の増加が見込まれる中、将来世代に大きな負担を残さないよう健全な財政運営を図りながら、本市がさらなる発展を遂げていくため都市基盤整備や子育て支援の充実などさまざまな施策を展開していく必要がございます。そのため歳出の縮減、また歳入の確保に向けた取り組みの強化を図るとともに、事務事業等の不断の検証見直しによる行政サービスの最適化やスリムで機動力のある組織づくりなど行政改革を推進していかなければならないと考えております。岩本議員。それではそうした行財政改革の必要性や取り組み内容についてはどこでどのように発信をされているかお伺いいたします。佐藤総合政策部長。はい、新行政改革実施プランなど行政改革に係る取り組みや財政に係る情報につきましては市ホームページに掲載しているほか、個別の取り組み内容について分かりやすくタイムリーにお知らせできるよう広報枚方に掲載することなどにより発信しているところでございます。岩本議員。行革や財政に係る計画の内容自体、ホームページで、掲載しているということでしたが、そういったホームページに掲載されているものをわざわざ見に行ってさらに読み進めようとしている市民の方が一体どれぐらいおられるのかというのが疑問なわけです。
広報枚方については一昨年のアンケート結果で回答者の9割の方が市の情報を入手する手段として活用しているということでしたが、例えば8月号の広報枚方を持ってきたんですけども、ここに掲載されていた大見出しがですね、6ページなんですが、平成27年度決算速報値、実質収支は19億円の黒字と、この記事を見た市民は、黒字なのにどうして市施設の駐車場を有料化して市民に負担を求めるのかといった疑問をおそらく抱かれます。なぜ負担を求められるのか、個別の取り組みをお知らせするだけではこれは説明がちょっと足りないと思いますし、今回取り組もうとしている事務事業や補助金の見直しについても同じことが言えるのではないでしょうか。広報枚方については限られた紙面の中で優先順位等も考えながら作成をされているとは思いますが、内容としてはどちらかというと結論の部分だけを載せがちであると思います。伝えるべきことを伝え、背景等も含めて共有し理解をいただくには、いわゆる行政の縦割りセクション主義ではなく、表と裏両方の視点から受け手にとって分かりやすく伝わりやすく情報を発信することが最も重要であると思います。そこで広報枚方についてどういう視点で発行しているのか、ホームページも含めて市の政策の中でどのように位置づけられているのか、その設計思想編集方針について伺います。元市長、広報室長。はい、広報枚方は市政に関する情報や市民の活動などを市民にお知らせするということを主な目的に発行しております。こうしたことから読み手である市民の視点に立ってより分かりやすい紙面作りに取り組んでおります。市政の情報や市のさまざまな施策取り組みにつきまして、広報枚方などを活用してより効果的に情報発信をしていくことは市の重要な施策の一つであると考えており、こうした広報の目的や役割を踏まえまして、より多くの市民に読んでいただけるよう定期的な紙面の刷新なども実施をしております。今後も広報誌は市民とともにまちづくりを進めるための重要なツールの一つである、こういう考え方のもと、より魅力ある広報の発行を目指して取り組んでまいります。岩本議員。30分を経過したのですが、会派のメンバーから時間を譲っていただきまして、あと1問させていただきます。広報枚方で政策と財政と行革を3点セットにして行財政改革の必要性を訴えていく必要があると思います。市民負担を求めることの必要性について、市民との情報や意識を共有を図っていくべきですし、市としてそういう努力をしていくべきだと思いますが、副市長に伺います。長澤副市長。行財政改革を進みにあたりましては、どうしても市民の皆様にご負担をおかけしなければならないこともございますが、こうした場合におきましては、その背景や必要性などしっかりとご説明しご理解いただくことが最も重要であるというふうに考えております。こういった観点から今後とも丁寧な情報発信に努めてまいります。岩本議員。市民に説明し情報や意識の共有化を図ることは行財政改革だけでなく今後のさまざまな取り組みにおいても前提条件となるものと考えます。そうした点を踏まえて取り組んでいただくよう要望をしておきます。例えば動画メディアについてはまだまだ活用の余地があると考えています。市長やその担当がご料理に市の置かれている状況やこれからの方向性考え方を説明されるなど市民と共有をしていく努力が必要だと申し上げまして、私の質疑を終わらせていただきます。これにて岩本裕介議員の質問を終結します。